面白いことになってきたわね。何かあったのか。あのフリーザとセルがついに手を組んだみたい。何？あなたもそんな顔するのね。いいもの見ちゃった。でもそんなに驚くことかしら。二人の制御ができなかった時点でこうなるのは。そうだな。それよりいいのか。あの二人は脅威になるかもしれない。それは違うわ、16号。むしろ脅威になりうるのはリンクをしている精神の方。フリーザの力をここまで引き出すなんて、やっぱり生身の人間の精神は違うわね。なぜ人工精神でなく人間がリンクしたか、このまま放置しておくのは危険ね。早めに手を打ちましょう。18号、あなたのリンクテストも兼ねてフリーザとセルを倒しに行くわよ。ああ、構わないよ。全員まとめて叩き潰してやる。やる気みたいね。期待しているわよ。16号は、そうね、戻ってきた時に食べるおやつを用意して。わかった。始めましょう。敵という敵は全部このナッポ様が徹底的に叩きのめしてやる。張り切るのは結構だが、すぐにやられてあの世へ逆戻りしないことだ。なんだとてめえ、俺が負けるとでも言いてえのか。お前こそその根拠のない自信はどこから湧いてくるんだ。サイヤ人とかいい、お前はスーパーサイヤ人にすらなれない下級だと言う。下級だと？中級戦士である俺を捕まえて何を言いやがる。大体スーパーサイヤ人は伝説の戦士だ。そう簡単になれてたまるか。少なくともその伝説はバーゲンセール並みの叩き。黙れ、あいつらがおかしいだけだ。それにスーパーサイヤ人がなんだ。そんなもんにならなくても俺は強い。連中なんぞすぐに追い抜いて俺がナンバーワンになってやるぜ。そうか、じゃあナンバーワンになる器なら目の前の雑魚も余裕で片付けられるな。当然だ。俺の戦いをよく見ておくんだな。思っていた以上に単純なやつだな。Yeah!
くぞ。はい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 。スッシャー。シェードレイズ。どんどんパワーをスッシャー。はい。エクゾ。ナイス。エクゾ。はい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 。エク。おい、ここは俺がやらせてもらうぜ。クローンとはいえ、あのベジータをコテンパンにできるチャンスだからな。おいおい、何言ってるんだ。あいつとは俺が遊ぶって決まってるんだ。待て、いつそんなことが決まった。ギッカーム、勝手なことを言うな。そうだ、お前はナメック星でベジータと戦ってるだろ。今度は俺の番だ。俺はベジータに首をはねられてるんだぞ。
監視する権利あるよな。いや、グルド、あれは油断したお前が悪い。そうだな、あれはグルドが悪い。うんうん、100% 間違いない。なんでだよ。お前たち落ち着くんだ。ここはフェアにじゃんけんで決めるぞ。てめえ何勝手に仕切ってんだ。俺がやるって言ってるだろうが。甘い。その程度の攻撃で俺をどうにかできると思ったか、愚か者め。ホームラン。さすが隊長。クローンとはいえやはりベジータだな。不意打ちとは卑怯な手を使うじゃないか。ふっ、あの野郎、もう我慢ならねえ。叩きのめしてやる。仕方がない。だが足手まといにだけはなるなよ。へえ、俺一人でも十分だってところ見せてやる。
わ。さすが宇宙の帝王フリーザってところね。誰だってね。人造人間21号。21号だと。まさかこいつが。その様子だと私のことを知ってるのね。まだそこまで目立つことはしてないのに、誰から聞いたのかしら。素直に教えると思った。そう言うと思った。いいわ、自分で。軍のトップがわざわざ出向くとは。私に報復でもしに来ましたか。まさか用があるのはあなたの中にいる人よ。ここまでクルーザの力を使いこなして、その上セルまで引き入れるなんて、あなたの本質は意外と大悪党なのかもしれないわね。だそうですよ。私の体の中にいるあなた、よかったですね。ずいぶんな言い草じゃないですか。ですが、今は不問としておきましょう。あの女が現れたことの方が気にかかりますからね。それにしても、私も知らない新しい。まさかドクター・ギャロも蘇る。いいえ、だって頼んでいないもの。あの人を蘇らせなくたって、研究所があれば目的は達成できるしね。つまり私たちを蘇らせたのはあなたということですね。何の目的で蘇らせたのか知りませんが、ザクをリンクさせ。あなたのは計算外よ。本当は人工精神を使うつもりだったのよ。おかげでいろいろ計画が狂っちゃったじゃない。ドクター・ゲロが考えそうなことだ。その宇宙征服と言ったとこか。くだらん。そうね、私もくだらないと思うわ。ドクター・ゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙そのためにはあなたたちみたいな強い戦士、クローンなんか。私たち、そういうわけだから、おいしくなーれ。これは、そんな、さっきまで人間だったんだぞ。あいつも私と同じ。やっぱりクローンはいまいちね。100点満点中13。成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのよね。早めに戦える状態にしたかったから多めに入れたんだけど。あなたたちはどんな味がするのかしら。なるほど、私たちも食べるつもりですか。18号、出番ね。少しは楽しませてくれるんだろう。ああ、
ちゃんと体は残しといてね。じゃないとお菓子にできなくなっちゃう。どこまでもふざけたいやつ。この私を餌扱いなら許しま。次は貴様の番だ、21号。面白い冗談ね。本気で語ると思ってる？冗談かどうかはすぐに分かる。もっとも分かった時には貴様はスクラップだが。クラップって私はメカタイプじゃないのよ。
28号がこんな形で役に立つなんてね。21号のあの顔、どう？お願い！やめてください！この人だけでも助けて！バカかあいつ。何のつもりか知らんが、死にたいのな。しかし、たとえこの叩きのめしてやらなくて、あなた、ここで死にたくないなら。あの連中にとどめを刺すのです。ここまで強えなんてな。
て18号さんだけでも。様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。そういうことか。どうなってんだ。あなた一体どういうつもりですか。あと少しで息の根を止められるというのに。